近鉄2000系電車とは、近畿日本鉄道が保有する電車である。本港では2000系2013回を改造した、観光用列車の2013系電車についても、紹介する。名古屋線に残っていた、旧性能車の代替として1978年から1979年に、かけて3両編成12本が製造された。 2800系に準じた車体の冷房車であるが、主電動機と一部の台車については、廃車となった特急車1100系、ビスタ2より重要された。1C8M 制御、MT 比に M1T による3両編成で、1978年3月31日に2001回2003回、1979年3月15日に2005回から2013回、 1979年9月18日に2015回から2023回の3時に渡って製造された電算記号は XT。当初から冷房装置を搭載して製造されたため、車体は同時期に製造されていた2800系2815回以降と同一である。なお、2000型という形式番号は過去に1930年製の3級でに2 0 0 0系。 次に1948年製の大阪専用、運輸省規格型20立方メートル扉車で使用されており、本系列は3代目ということになる。1、主電動機は1100系特急車の廃車発生品を出力増強の上で流用している一方で、主制御機は 1C8M 制御の、日立製作所 MMCHTB-20。 E 型が申請されも2000系奇数車に搭載。終電装置はもう2000系奇数車に2機搭載されたが、1979年の増備車両は新造品の下枠交差型に変更された。2、空気圧縮機は空2100系。補助電源の電動発電機はもう2000系奇数車に搭載した。空気圧縮機は HS-10 を TC 車に2台。電動発電機は MC 車に 出力1 2 9馬の三菱製 MG-130S を搭載する。台車は流用品、心臓品を問わずにいずれも近畿車両製の空気バネ台車であるが、2001回2003回では1100系が装着したベローズ式の KD-41JKD-41KKD-41L が最小限の改造と整備の上でそのまま流用。 2005回以降では制御車のみ、KD-41J が流用され、電動車は、新設計の車体直結ダイヤフラム式、KD-85 が新造された。後年、2005回以降の制御車の台車は、奈良線の廃車発生品の KD-64A に交換された。性能面や、制動方式は2 4 7 0系や2 6 8 0系と同一で、 全車名古屋専用として製造されたが、大阪線運用を考慮して、製造時からそもそも即ブレーキを備える。このため、一部編成は当初大阪線所属の3両編成形式の冷房改造による車両不足の代イとして、大阪線で運用されたこともあった。国1 1系のトイレ設置百八十九年には、二千十三回に大阪線系統での長距離運用を考慮して、 国1100系のトイレ設置が行われた。車体更新、ワンマン対応改造1996年から1999年にかけて、全編成に、車体側面の方向膜設置を中心とする。車体更新、2005回から2011回2015回から2023回に、乗務員室仕切り窓の小型化と乗務員室、仕切り扉のガラス交換を中心とする。 ワンマン運転対応改造が行われた。なお、ワンマン表示については専用の方向膜で対応しているが、2007年には2021回2023回にワンマン機器統一工事が行われ、通常の方向膜を併用した電光表示器が追設された。車体連結部の転落防止ホロ設置2007年から2013年にかけて全編成に 車体連結部の転落防止ホロ設置が行われた。2013系、津戸井への転用2013年日本系列で、唯一区2100型にトイレが設置された2013階が後日の2013系、津戸に改造された。B 更新2014年から2回目の車体更新が開始され、 2019年4月現在、2005回から2011回、2015回、2019回、2021回が更新を完了している。内容はいずれも、車体外装材の交換特有2100系、連結側車端部の車椅子スペース整備であるが、車内の内装デザインは2014年の、ビリ更新車のみ2800系2816回までの、ビリ更新車と同一で、 2017年以降の B 更新車は2610系2627回2800系2817回 B 更新車に順次た新仕様の内装デザインに変更されている。2019年4月現在、本系列の助籍席車両は発生しておらず、11、編成33両が富吉建築に配置されている。2104回、CTY のラッピング2109回、 名刺コンサルタントのラッピング2108回、名刺コンサルタントのラッピング2111回、CTY のラッピング2000系のうち、2013年に本系列で唯一トイレが設置された2013回が、観光列車、津取に改造され、形式も2013系に変更された。性能や機器類は2000系から変更はないが、内外総材は観光列車として大幅に改装された。 大阪、名古屋よりから空2107も2013も2014の編成を組む。電算記号は、XT07。2019年4月1日現在の配置検索は、明星検索。2013年の伊勢神宮式年遷宮に合わせ、2013年10月5日より、営業運転を開始した。運行期間の複数回の延長を経て、2017年8月27日まで。 伊勢島地区で運用された。その後、2018年の湯の山温泉の開け湯1300年に合わせた観光列車としてリニューアルされ、2018年7月より湯の山線方面で運転されている。2013年10月に開催される第62回伊勢神宮式年仙宮に合わせ、同年3月に5万系の心臓投入び2012年8月から2013年7月に、 かけて2万3000系のリニューアルが行われたが、これと並行して、式年仙宮の多客機に、伊勢市駅賢島駅で、専用列車を運行する計画が持ち上がり、開発プロジェクトが2012年末にスタートした。プロジェクトのメンバーは、近鉄グループの総力を結集し、近鉄の企画統括部営業企画部と技術管理部が企画を、大阪輸送統括部後期部研修課が、 工事図面の作成から施工管理を担当。デザインはアド近鉄株式会社。内装品の設計や製作は株式会社。金はじめ、車両改造は近鉄車両エンジニアリング株式会社が担当した。検討段階では各地の輸送等活部事業家などの原業部門からも意見を幅広く集約し、計画からおよそ9ヶ月という短期間で企画、設計、材料手配、 施行を進め、式年遷宮の時期である2013年10月には、営業運転開始にこぎつけている。開発プロジェクトでは、島地域の魅力を再確認することから始まり、地元自治体の島市関係者とともに、島市の見どころを回り、豊かな自然や海の幸などを楽しみ議論を重ね、開発コンセプトは次のようになった。愛称は、賑やかで楽しい多彩な車両空間かな。 自然と人が集まり、ワイワイ賑やかに楽しんでいただくというコンセプトに、ふさわしい名称として、集いに決定した。開発コンセプトと使用条件から、改造方針が次のようになった。これらの使用を満たす車両として、3両編成でトイレを備えた2000系2013階が選定された。本系列は、大阪線、名古屋線共通仕様の通勤車を、改造主車としており、 軌道加速と切り替え機能の追加を除き、主要機器には2000系時代からほとんど手を加えられていないことから、車両性能も全く同一であり、市議線を除く、標準機全線で運用可能である。車体構造は、車内設備の関係や定員80名を確保するために、各社の乗降扉を片側4カ所から1カ所とされたが、中間車のも2013型は、 機材搬入時の業務用扉として片側一箇所が残された。上空扉を撤去した部分のうち座席スペースとなる部分には固定窓が新設された。方向膜装置は前面、側面ともにすべて撤去された。車体連結部には棒状の転落防止ホロを装備する。車体塗装はシルキーホワイト一色塗装を基調とし、伊勢神宮や海の幸など、伊勢、鳥羽、 島の魅力をイラストで表現したものとしている。共通事項車内は天井をオレンジとグリーン。側壁の化粧板は木目調とされ、床面は伊勢海老やフグなどの伊勢島の特産品をモチーフとした柄や色鮮やかなカーペットを敷き詰め、キュートかつ賑やかな雰囲気とした。乗務員室についても、ブルーの濃淡3種の化粧板を使い分け、観光列車らしい雰囲気とされた。 座席スペース1号車の半室24席、2号車の賢島放射、端部8席、3号車の48席を合わせて座席数は80席となっている。座席は窓向きに配置され、景色を見ながら飲食を楽しめるようにテーブルを設けた。区21007型1両目は半室を座席スペースとして客室中央部をガラスで仕切り、風の遊び場と名付けられた。 フリースペースを設置。扉部分には、スリットと床面までの大型ガラスを設置した。スリットから入る、爽やかな風を感じながら景色を楽しめるようにしている。側扉は残されており、車庫の入庫時や悪天候時には、完全に締め切ることができる。車内はカラフルかつユニークな形状の座席を配置し、天井は空をイメージしたブルーで、側壁の化粧板は木目調とされた。 床面には色鮮やかなカーペットが敷かれ明るく楽しい空間を演出した。各部には波形手すり、クネットを排して安全面にも配慮しアクセントとしたトイレは従来の和式から5200系更新車と同様の洋式に改修され青色の濃淡3種の化粧板を用いて海中をイメージした海のトイレとされた。3、2013型2両目は バーカウンターや物販テーブルがあるイベントスペースになっている。隠し催しができるように座席スペースは車両両端に配置、広いイベントスペースを確保した。イベントスペースには側壁のスペース全体に受け金具を設け着脱式テーブルを装備し催しに応じて自在に変更することが可能で使用しない場合は折りたたんでバックヤードに収納することもできる。 バーカウンターでは、島市、島市観光協会、島市商工会の協力を得て、島地域の食材や特産品を販売した。2015年度から通常運転日に、海の遊び場、ゆらゆらハンモックを設置、カウンターでは、伊勢島の食材を用いた、アイスクリーム、ロールケーキほか、ソフトドリンク、ビールなどを販売している。一部の日程で、アマ、 ご当地キャラクターとの記念撮影会、トークショーなどの特別イベントも開催している。車内の天井は太陽をイメージしたオレンジ色で、側壁の化粧板は木目調とされた。床材は海をイメージした青色の床敷ものであり、中央部にはスペイン割りタイル状のデザインシートを貼り付けた。放送と AV 関係は、バーカウンターに3両一括の車内放送用マイクを追加で設置し、 二号車専用のイベント用、放送装着であるワイヤレスマイクシステムを既存の放送回路と、独立させた4個のスピーカーと共に新設し、映像視聴を可能とする32インチの液晶ディスプレイを車内中央部に新設した。大阪、名古屋放射端部には車椅子スペースが設置され、非常通報装置を併設した。も二2014型3両目は全て座席スペースとされた。 乗務員広報には、子供運転台を設置し、運転士気分が味わえるようにしている。運転台機器は、廃車となった1810系1823回のも1820、型も1823から、マスコント制度弁が流用された。つどい、リニューアル車2018年6月13日には、近鉄エリアキャンペーン、海遊1300年行こうよ、湯の山の実施に合わせて、 当列車のリニューアルが発表された。改造内容は、車体外部、内部でリニューアルが実施されており、車体塗装はブラウンとクリームのツートーンカラーに、金色の帯を車体中央部に配し、ロゴマークは新たにデザインされたものを車体全面、側面に配した。内装は1号車とされる、9107型の風の遊び場は損置され、床面カーペットは交換されたが、 下駄箱はリニューアルを機に撤去された上で、土足利用が可能になった。2号車とされるも2013型のバーカウンターは、損置され、床面カーペットは石畳をイメージしたものに、交換されたが、ゆらゆらハンモックや、ボールプールはリニューアルを機に撤去された。2号車とされるも2013型の一部と3号車とされるも2014型は、従来の二人掛け座席や2000系時代からの、 ロングシートも含めて、車体外装材に合わせたブラウン系のモケット、床面カーペットは、車体色のブラウンとクリームを、ブロックパターンで組み合わせたものに交換された。なお、化粧版は、全車従来のままである。2000系は通勤要求形式車両の代替とされた。ため、独立した運用は設定されなかった。名古屋線所属車両名古屋線の準急。 普通を中心に運用されており、ワンマン運転対応の編成は、上級運用の他に、湯の山線、鈴鹿線のワンマン列車でも運用されている。朝、夜間には山田線でも運用される。その他、近鉄山田線、近鉄賭場線、及び近鉄島線も、参照運行区間は、土休日に、伊勢市駅賢島駅間を1日に往復運転。 2018年7月14日から2019年2月24日までの土休日に近鉄名古屋駅湯の山温泉駅間を1日1往復運転される。利用には通常の乗車区間に応じた運賃に加えて特別料金として大人300円及び子供150円。2018年7月14日、同年9月2日までは大人1000円及び子供750円が 必要である。運休日には、標準基前線での団体運用も可能とし、奈良、京都線、名古屋線の団体貸切列車として運行された、実績、回送列車で、阪神南場線桜川駅までの入線実績もある。名古屋線所属車両名古屋線の準急普通を中心に、トイレを備えていたことから急行でも運用され、大阪線所属の2610系同様に、 名古屋線急行車の予備編成とされており、かつては大阪伊勢間の快速急行で運用された時期があった。また、2013回では団体貸切列車や臨時列車などで、湯の山線などの通常は運転されない線区で運用された実績もある。ありがとうございます。